たいデートのプラン、理想ですよ。こう時間がたっぷりあってどんなことでもできるっていう2人の時間をちょっと考えていただきましょう。さあ妄想を広げていただいて、こう夢を広げていただいて、フリップオープン。やべえ。じゃあそれぞれ読み上げていただいていいですか？はい、私は手つなぎデートです。ほうほう、手つなぎデート。たまにしてるやん。いや、なんか腕を組むことはあるけど、なんかちゃんと手をつないで歩くって意外にできてないなと思って。で、なんかおじいちゃんおばあちゃんで手をつないで歩いてるの見ると、もう可愛いっていいなって思うんですよ。だからなんかこう。まあ子供がいるとその間に子供が入って手をつないだりとかね、なりがちなんですけど、2人でってなったらもうずっと手つないでなんかいろんなところに行きたいです。わあ、いいですね。いろんなところに行きたい。あ、いい答えですね。いい質問ですね。それに何かつながって、じゃあ杉浦さんはなんと、じゃあ手をつなぎながら一緒に長くない日本一周しましょうよ。それはダメ？いや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 。手をつなげながら日本一周。仕事柄日本も全都道府県、サブスクもそうですけども47都道府県回ってるんですよ。でも僕は夫婦で回りたくて、でも逆に僕が行ったことあるところに一緒に行くとリアクションが薄いっつって怒られちゃうので、2人で感動したいんですけど、もうどうやみたいなわーって1人でなんかなっちゃうから、行き過ぎて俺がこの絶景どうよって紹介したら俺だけ普通でこっちだけ喜んで一緒に喜ぼうよみたいな、ね、なっちゃうから、行ったところのないところの一周をしたいなと思う、だから釣りって書いてあるでしょ。釣りで手つないで釣り、そう最高やですね。今お二人の間に妨げるものないですから、手つないでもらってもいいですよ。なんかいろんなつなぎ方ありますけど、恋人つなぎだったりガシってつなぐパターンだったり。いやでも腕組む時は基本妻はこっちなんで、そう立ち位置もう決まってるんですよね。なんか今日はじゃあ今逆ってことですか？今すごい、はい、逆です。じゃあこれは珍しいバージョンってことなんですね。確かにね、普段歩く時は自然と逆です。自然にこっちに行ってこっちこういう感じだもんね。確かに多分なんか芸人さんとかもそうですけど、やっぱ10年越すとこうなってくるんですよ。なんかね、立ち位置みたいな。そういうのも決まってくるんですね。そうですね。わかりました。じゃあそれは2人で手をつないでいただいて楽しんでもらえると嬉しいな。ありがとうございます。ちょっと無理をしてしまいました。あ、いいですね。このつなぎ方で日本一周、なんかちょっと手腫れちゃいそうですね。もうベッタベタになる手汗でいやなんか素敵な瞬間見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで終了となります。杉浦さん、辻さん、本当にありがとうございました。